はい、皆様お疲れ様でございます。今日は金曜日、金曜日ということは誰が決めたか分かりませんが、金曜日はシングルモルトの日、イエーイ。ということで、実はもう買わないでおこうと思ってたんですよね。やっぱり家のあるやつは飲んで減らしていかないといけないと思ったんですけど、まあ試しに山へ寄っちゃいました。そうすると6月21日から値上げって書いてあったものがあったので、これは買わなきゃと思って買っちゃいました。グレンフィリック12年、値上げするそうです。山屋6月22日からグレンフィリック、飲んでいきましょう。ちょっと相方も今日遅いんで、あんまりバレたくないので、いない時にこそっと動画を撮ってやりますどうせバレるけどね、動画見られるから。ウィーウィー、よいしょ。で、よいしょ、これ40年前のボトルと現在のボトルです。やっぱ時代感じますね、こっち。40年前のはただ古いというだけなんですけど、でも美味しかったですね。いやー、よいしょ、よし、開けます。おお、この三角形の瓶の形がとてもおしゃれですよね。うん、もうすでに柑橘系の香りしてます。ああ、でもやっぱり40年前のなんかこう違うな。あ、なるほどね。じゃあいただきます。お、むせないぞ。この辺来たらむせます。やっぱりストレートか。はあ、いい香り。でも香りすごいいいです。はい、ハイボールで飲んでいきましょう。よし、大体というかもう基本私30ミリウイスキーを入れております。これで氷の量によるんですけど、まあ4対1か3対1もしくは4対1ぐらいが私は一番好きですね。はい、いきます。グビグビっとする、濃い時の味は味で美味しいんですけど、薄くしたら下でまた違った味というか、いやー、よだれが。目が覚める。よし、よっしゃ、香り。いやー、洋梨だ、洋梨。いい、もう想像通りの味だったです。味だ、匂いだです。はい、では皆様1週間お疲れ様でございました。今日も乾杯。よし、何にも飲むのに邪魔するものはないです。スーッと入っていきます。これはウイスキー飲めない人でももう
えこれがウイスキーですかっていうぐらいめちゃめちゃ、はい、では今日はうちの料理番長がいないのでもう冷蔵庫にあるもので作ってみました。キムチとベーコンがあったのでキムチベーコンのごま油炒めを作りました。ではいただこうと思います。ベーコン、キムチ、ベーコンとキムチ合うんですよね。ネギ、間違いね、ごま油がめちゃめちゃいい味です。ちょっと多めのごま油で炒めてます。あ、おいしい。久しぶりに自分で、まあ、料理とは言えないんですけどしました。皆さん、山屋は危険です。決して遊園地ではありません。危険です。あ、でもこれ美味しい。何本もこれ1本開け、1日で開けろって言われても開けれそうです。あ、美味しかったね。美味しい。はい、1週間皆様本当にお疲れ様でございました。昨日も、今日も、明日も、シングルモルト金曜日、うまー。